2012年型キアボンゴさん、全部2012年型キアボンゴさん、後部ボンゴは、韓国の大手自動車メーカー、キアが製造するキャブオーバー型の小型トラックである。1980年に発売され、かつてはワンボックスカーも設定されていたが、現在は1トン、1.2トン、4X4 のトラックのみとなっていて、ワンボックスカーと一部の貨物型は、生産が中止されている。 初期の原型である松田ボンゴの名前をそのまま使用しており、その語源としては、アフリカに生息する野生の霊用を意味する英語である。ただし、松田側としては、ボンゴの名称を大オオカモシかから来ているとしている。アフリカのがボン共和国の大統領を回るボンゴの名前を取って命名されたという説もあるが、これは2007年、彼の韓国訪問時の ロブゲン大統領との昼食会の席での発言が誤って伝わったもので、上記のように事実と全く異なる。標準キャブ、キングキャブ、ダブルキャブ、ティルティングキャブ、冷凍トップ車、冷蔵トップ車、プラス冷凍トップ車、プラス冷蔵トップ車、ウィングボディ、4X2 ダンプ、パワーゲート、自動車教習車、保冷トップ車、宅配トップ車、4X4 ダンプ、多目的トップ車、 ウォークスルー版、清掃車、活魚車標準キャブ、キングキャブ、ダブルキャブ、ティルティングキャブ、冷凍トップ車、冷蔵トップ車、プラス冷凍トップ車、プラス冷蔵トップ車、活魚車などがある。標準キャブ、キングキャブ、ダブルキャブ、ティルティングキャブ、冷凍トップ車、冷蔵トップ車、プラス冷凍トップ車、プラス冷蔵トップ車、ウィングボディ。 4-2ダンプ、パワーゲート、自動車教習車、保冷トップ車、宅配トップ車、4X4 ダンプ、ウォークスルー版、緊急救助車、霊音トップ車、多目的トップ車、活魚車などがある。2.5トンの場合、他のトラックタイプとは異なり、ボンゴさんからのフルモデルチェンジを経ずに継続的に生産されたが、新たな排気ガス基準を満たすことができず、2005年10月に、 生産中予されたのを皮切りに、一トン運転教習所用と、活業者の場合、2006年11月に生産が中止され、以後一トン標準、キャブトレーゾートップ車、1.2トン、44トラックを除いたトラックを元とした編集は、販売不振により、2007年12月に、乗り合い型車と共に、後継車種なしで生産が中止された。以後、 2011年10月に排出ガス規制で1トン、1.2トン、四輪駆動の生産までもが打ち切られ、ボンゴ3というモデルは完全に消滅し、現在は社名を表す英文が、スターウォーズ風の書体で書かれたボンゴ 5G が販売されている。消防署の第一線で救急車として見かけることがあるが、それらは中世南道霊山群に所在する自動車部品。 関連業者であるオーテックで改造され再出荷されたものである。1トントラックが市場に投入された1年後の1981年には乗り合い者であるボンゴコーチ、ボンゴナインが発表された。当時、自動車産業の合理化措置により、キア自動車が乗用車を生産することができなくなった。後ボンゴコーチは大人気を博し、今でも番を刺して、 ボンゴ車と呼ぶくらいにワンボックスワゴン社の代名詞となっていた。以後、フルモデルチェンジを経た車種には、キアベスタ、キアプレジオという違う名前を用いたが、2004年にキアプレジオがフェースリフトされ、ボンゴ3コーチという名前で、ボンゴントラックと共に市場投入された。ボンゴ3コーチは安全性が強化され、優秀な燃費と広い室内空間を備えていた。 しかし販売は振るわず、2005年、グランドカーニバルのリリースで車種の相当部分が重複すると判断され、3人乗りと12人乗りは生産中よされ、スターレックスとの市場競合及び新たな排気ガス基準を満たすことができず、2007年末に車種削減を通じ6人乗りと15人乗りまでの大多数のトラックをベースとした編集シリーズやリベロと共に、 後継者なしに生産中をされ、乗り合い者は初出荷後26年、トラックは初出荷後27年にして、幕を閉じ歴史の彼方へと消え去った。かくして、ボンゴコーチの地位は、モハベにとって変わられた。ありがとうございます。